ゆめじさくクリスマスのおくりもの「ねえ母さんみっちゃんはおやつのときふたつめのこの葉パンをはんぶんほばりながら母さまにいいました」「ねえ母さんなあにみっちゃんあのね母さんもうじきにクリスマスでしょええ。 もうじきねどれだけみっちゃんのとしほどおねんねしたら「みっちゃんのとしほどそうですよ」じゃあ母さん「ひとつふたつみつ」とみっちゃんはじぶんのとしのかずほどテーブルのうえにてをあげてゆびをおりながらかんじょうをはじめました。 一つ、二つ、三つ、それからね、母さん、五つ、ね、六つ。ほら、六つ寝たらなの、ねえ、母さん。そうですよ、六つ寝たら、クリスマスなのよ。ねえ、母さん、まあ、みっちゃん、お茶がこぼれますよ。ねえ、母さん。 あいよ、クリスマスにはねえっとあたいなにがほしいだろうまみっちゃんはクリスマスのおくりもののことをかがえていたのねえかあさんなんでしょうみっちゃんのことだものみっちゃんがほしいと思うものならなんでもくださるでしょうよサンタクロスのおじいさんはそうかあさん ほら、らおお口からお茶がこぼれますよ。さハンカチでおふきなさいええー、何でもくださるよみっちゃん何が欲しいのあたいね金の服を着たフランスの女王様とねそれから赤いほっぺをした白いジョーカーとそれからおとぎ話のご本とそれから何だっけそれから ピアノ、それからキューピーそれからまあずいぶんたくさんなのねええ母さんもっとたくさんでもいいええようござんすともだけど母さんはそんなにたくさんとてもおぼえきれませんよでも母さんサンタクロスのおじいさんがもってきてくださるのでしょう。 そりゃあそうだけれどもさサンタクロスのおじいさんもそんなにたくさんじゃおわすれなさるわじゃあ母さんかいてちょうだいなそしてサンタクロスのおじいさんにてがみだしてねはいはいさあかきますよみっちゃんいってちょうだいピアノよキューピーよ クレヨンね。ね。スケッチ帳、ね、切り抜きに手袋にリボンにねえ母さんおうちなんかくださらないのそうねおうちなんか重いからねサンタクロスのおじいさんはお年寄りだからとてもモテないでしょうよではピアノもダメかしらそうねえ そんな重いものはダメでしょう？うじゃあピアノもお家もよすわ。あ、ハーモニカ。ハーモニカなら軽いわね。それからサーベルにピストルに。ピストルなんかいるの？みっちゃん。だって、お隣の次郎さんが悪者になるときいるんだって言ったんです。ものまあ、悪者ですって。 あのねみっちゃん悪者なんかになるのはよくないのよそれにねもし次郎さんが悪者になるのにどうしてもピストルがいるのだったらきっとサンタクロスのおじいさんが次郎さんにも持ってきてくださるわ次郎さんとこへもサンタクロスのおじいさん来るの次郎さんのおうちへも来ますよでも次郎さんとこに えんとつがないのよ。えんと,つがないとこはてんまどからはいれるでしょうそうじゃあピストルはよすわさあもうおちゃもいいでしょおにわへいっておあそびなさいみっちゃんはすぐにおにわへいってじろうさんをよびましたじろうさんサンタクロスのおじいさんにおてがみかいて。 僕知らないよ。あら、お手紙出さないの？あたし母さんがね、お手紙出したわよ。ハーモニカだの、お人形だの、リボンだの、ナイフだの、人形だの持ってきてくださいって出したわ。おじいさんが持ってきてくれるの？あら、次郎さん知らないの？どこのおじいさん？サンタクロスのおじいさんだわ。 サンタクロスのおじいさんってどこのおじいさん天から来るんだわクリスマスの晩に来るのよぼくんとこは来ないやあらどうしてじゃきっとえんとつがないからだわでも母さん言ったわえんとつのないとこはてん窓から来るってほうじゃあ来るかな なんでもよピストルでもピストルでもサーベルでもじゃあぼくてがみをかこうや次郎さんはおおいそぎでうちへとんでかえりました次郎さんのわたいれをぬっていらしたかあさんにいいました「サンタクロスにてがみをかいてよかあさん」「なんです でこの子はピストルと靴と洋服とほしいやまあ何を言っているのみーちゃんとこの母さんも手紙を書いてサンタクロスにやったって人形だのリボンだのハーモニカだのねえ母さんぼくピストルとサーベルとねえそれはねえ郎さん おとなりのおうちにはえんとつがあるからサンタクロースのおじいさんがくるのですでもいったよみっちゃんのおかあさんがねえんとつがないとこはてんまどがいいんだってまあそれじゃおてがみをかいてみましょうねぼうやうれしいなぼくピストルにラッパもほしいやそんなにたくさん よくばる子にはくださらないかもしれませんよだってぼくラッパもほしいんだもの。でもねサンタクロスのおじいさまはせかいじゅうのこどもにおくりものをなさるんだからひとりのこどもがよくばったらもらえないこどもができるとわるいでしょじゃあぼくひとつでいいや。ラッパ。ねえかあさん。 そうそうじろうさんはよいこねあかいふさのついたラッパよかあさんええあかいふさのついたのをねうれしいなクリスマスのよがあけてめをさますとじろうさんのまくらもとにはりっぱなきいろくひかってあかいふさのついたラッパがちゃんとじろうさんをまっていました。 郎さんは大よろこびで母さんをよびました。母さんぼくふいてみますよ。ちってちってた。とってちちっとってち。ところがみっちゃんのほうはあさめをさましてみるとリボンとえんぴつとナイフとだけしかありませんでした。みっちゃんは、 ストーブの煙突をのぞいてみましたがほかには何も出てきませんでしたみっちゃんは泣きだしましたいくらたくさん贈り物があってもみっちゃんを喜ばせることができないのでしたみっちゃんはいくらでも欲しい子でしたから秘密 竹久夢二。一体世の中になぜと聞かれて、何となればと答えのできるようなことは、ごくつまらないことに違いない。机にも足が4本ある。犬にも足が4本ある。なぜ犬には歩けて机には歩けないか。こんなことに答えができたとて。 面白くも何ともない。けれど、私はなぜに生まれたろう、とそう聞いてごらんなさい。知っている人は言わないし、知らない人は答えはしない。それゆえに面白いのです。富士山が一万三千弱あろうとも、ナイアガラ幕府が世界第一であろうとも、そんなことは少しも面白くない。私たちの知らぬことが、 世の中にはまだどんなにたくさんあることだろう。それからまだこの宇宙には世界の人たちが今までに知ったことよりももっともっとたくさんの知らないことがあるに違いない。けれどそれは土の世界のことである。裏若い少女たちの夢の国ではすべてが心から心へ話されるのである。なぜと聞かれて答えられるような。 つまらないことは一つもないのである。スミさん、あなたはまあどうしたというのだろうね。これをご覧なさい。お正月の晴れ着の袖をこんなに染みだらけにしてさ。母様はお墨の小袖を畳みながら言うのでした。母様はおっ母様である。おっ母様はお墨のような若い娘ではないのである。 母様もかつては若い娘であった。しかし、若い娘の頃のことは忘れてしまっていらっしゃる。それだもの、若い娘の心持ちがお分かりになるはずはなかった。ましてお墨が人知れぬ涙を袖にこぼしたことをご存知のはずがない。涙とさえ言えば悲しく流れるとばかり世間では思っていらっしゃろうが、 少女たちの夢の国では、嬉しいにつけ、悲しいにつけ、悔しいにつけ、懐かしいにつけ、わけもなくこぼれるのです。どうしたというの、という母様の問いに、なぜならば、と答えられることはない。お墨は黙って微笑んでいた。何がおかしいの何がおかしいのでもない。そんな時に、 黙って微笑んでいることが夢の国をより美しくより楽しいものにする掟であった。微笑みほど安全な答えがどこにあろう。そうすることによって夢の国は少しも犯されず知らずにただ裏若い少女だけが永遠に占領することができるのであった。あなたはいくつだと思いだえ ご立腹なさって母様はそうお聞きになる。あたしお正月が来たらこれだけよ、と言って指を折って見せるのはわけもないことでした。しかしそれは少女の夢の国の生活を美しくするにはあまりにつまらない方法でした。アマさえ追いやすい青春の日を数えるということは夢の国ではせぬことなのでした。今年からもう十六なんだよ。 母様の方がよく知っていらした。おすみは黙って微笑んでいた。夢の国では全てを秘密にすることであった。秘密、秘密、秘密ほど美しいものがどこにあろうぞ。いつであったかおすみは学校の庭の鈴かけの木の根元に穴を掘って、そこへ S さんと A さんと三人で思い思いのものを お互いに秘密にして小箱へ入れて誰にも知れぬように埋めておいた小箱の中には S さんが何を入れておいたか A さんが何を隠したかお隅も知らねばまたお隅が何を埋めたか A さんも S さんも知らない毎日その木の根元へ行っては3人で微笑んでいた「何を笑ってるの?」 先生がそうお尋ねになった。夢の国の掟きては先生さえも犯されぬ。三人はただ微笑んでいた。答えをせぬ生徒を先生はプンプンお怒りになって言っておしまいなすった。三人はそれを見てまた笑っていた。ある時、体操の先生がこの鈴懸の木の下で南極探検の話をなすった。 世界の秘密は南極にありって先生はおっしゃるけれど、つい先生の足の下にも夢の国の秘密があることを先生はご存じなかった。少女の秘密はそればかりではありませんでした。赤い帯の間にも手帳の中にも黒い瞳の中にも指輪の中にも、または視線の間にさえも、 世間の人には読むことのできぬ秘密があるのです。また、夢の国の少女たちは、鼻の散るのにも、小鳥の鳴くのにも、水の流れるのにも、人間が馬のように笑うのにも、先生が猿のように大こりあすばすのにも、それぞれ秘密を見出すことができるのです。また、雨の日に傘をかぶって釣りをする人がキノコに見えたり、 桜の花が蝶に見え、障子の影が鳥に見え、柳を引けば夜が悲しく、小安貝を耳にすれば、竜宮の歌も聞こえまする。それをなぜと聞く人は、山門に入るを許さず、ハットの道を犯すというもの。夢の国には縁もゆかりもない人です。 死いても夢の国の少女をお知りになりたいならば、くれぐれも、なぜとは聞かないで。りんごは木の実ですかとお尋ねくださいまし。そうすれば、ええ、と答えるかもしれませぬ。いいえ、と答えるかもしれません。そのどちらを答えられても、あなたは失望なすってはいけないのです。しからば、 この王は南階に属するや、とお尋ねになったアルフレッド王に、神の界に属します、と答えた少女は賢いのです。それは学校の生徒であったからです。夢の国の少女は、ただ嬉しくて泣いたことでしょう。あるいは、黙って微笑んだことでしょう。例えばあの山彦です。 こちらから尋ねたことを答えるばかりで、かつて自分から言ったことはないのです。ギリシャから以来、美しい乙女には、言うことは禁ぜられているのです。あの、妊婦の娘、エコーも、夢の国の少女の一人だったのです。ある日のこと、ジュノの夫がエコーのもとへ行っているのを知って行ってみると、エコーは、 用もないいろいろのことをおしゃべりして、ジュノの夫を引き止めていたのです。ジュノは大層怒って、それからというものは、エコーに答えることだけしか物を言うことを許さなかった。それから後のある日のこと、エコーの好きな少年がエコーのもとを訪ねてくれた。エコーは嬉しいことを禁ぜられている今は、 ひと言も言うことはできなかったそれで黙ってほほ笑んでいた哀れな少年は怒って言ってしまったエコーは泣いていたこの物語は誰でも知っている話だが少女の夢の国はこうして昔から誰にも知られず来たのです春坊 竹ゆめじ春坊は私の弟で今年四つです。ねえ皆さん春坊って言うとしょっちゅう笑ってばかりいそうな名でしょところが大違いもう四十泣いてばかりいるのですよ。朝目が覚めて自分のそばに母様がいなさらないと泣き出しますの。母様が寝床から抱き上げると 暖かい寝床を振り返って、それはそれは名残惜しそうに泣きます。それからお顔をブルブルしていただくときにも泣きますし、寝巻きを着替えるときにも泣くのです。それからテーブルのそばへ座ったとき、不要の絵の描いてある春坊のお茶碗が出ていなかったと言っては泣きます。おつゆが熱ければなく、冷たければなく、それはそれは、 もうご飯のよそいようが少し多くてさえ泣くのですよ。それが済むと、父様のお居間へ行って、石膏像だの、書物だのへ落書きをしようと言っては泣きます。今度はおもちゃ箱を出せって泣きます。おもちゃを出しますと、はじめのうちは人形に頬ずりしたり、犬の頭をなでたりなどしていますが、それもちょっとの間ですぐ投げ打ちを始めます。 重い太鼓子など、思うように投げられぬと、また泣き出します。すると今度は、母様の今へ行きたいと言って泣くのです。おっぱいが済むと、外へ出ようと言って泣きます。雨が降っていようが、雪が降っていようが、聞きませぬ。よくよくのことで出られなければ、家のうちで傘をさして跳ね回ろうと言って泣きます。本当に困っちまいますよ。 これが春坊の毎日の仕事なのですもの。皆さんだってこんな子かわいいなどとは思いなさらないでしょう。それが眠っている時の他は死従なんですもの。いいえ、眠っている時でも夢に泣いていることがありますわ。でもね、それが別に訳があって泣くのではないんですの。ではわけでもあろうものならどんなに泣くかって、 お聞きなさるんですかええ、それはもう、敷居につまずいて転ぶか、過ちに自分の頭でも撃とうものなら、お隣から、まあ、どうしたのです、と言って駆けつけるほど、大きな声で泣きますもの。けれど、また春坊が転んだだけだとわかれば、誰でも、また春坊か、と言ったきりで、かまってくれるものはありませぬ。ある日のこと、 お庭で遊んでいた春坊は何と思ったか大急ぎで茶の間の方へちょこちょこと走って行きます。泥足のまま縁側から上がって、関心に自分で障子を開けると、さあ大変、大粒のため涙をほろほろとこぼして、いつもの調子でわーっと泣き出しました。びっくりなすって母様は縫いかけた着物を脇へお置きになって、 まあなんだっておまえはそんなにおなきだえ?」とおききなさると「かかかあちゃまぼぼうのゆびいたいたなったの」というのでしたけれどなきながら言いいいするのですからこれだけいうのでもなかなかすぐとは言えませぬどれおみせどのゆびかあさまがおたずねなさるとまずなくのをやめてしらべにかかりました それは傷があるのでありませぬゆえ、自分でも確かどの指だったかわからなくなったのと見えます。両手の指を一つ一つ検査してしまい、さて、一番それらしい指を差し出して、また例の泣きにかかりました。母様は、やれやれ、どんなにか痛かったろうね、とおっしゃって、とんでもつかぬ他の指をくくっておやりなすったが、 春棒は,は泣くのにせわしくて、そんなこととは知りませぬ。あんまりおかしかったから、ほほ、お前はよほど泣きみそね。これっぱかしのことに。と私が言ったと言って、また新しい涙をこぼします。またの日、上野の動物園へ行ったときのことでした。豚がうなったと言っては泣き、白熊が水をかけたと言ってはむずかり。 猿をうちへ持って帰るんだと言って、それはそれは大泣き。これでも大きくなったらいい子になるだろうかって、母様がおこぼしだった。その夏のある日、京都のおば様がおいでになった。おば様は見かけの怖い難しそうな人ですけれど、本当は優しい優しいいい方ですの。あら、どなたです いつもお土産をいただくからいい方だろうっておっしゃったのは、お嫌ですよ。だってそうばかりじゃないんですもの。そんな日明かしをおっしゃると、私も春坊のように泣きますよ。おほほほ。それはそうと本当は、今日もどっさりお土産を持っていらした様子ですよ。つゆや、私の信玄袋をここへ持ってきておくれ。 ほらね、お土産の入っている信玄袋ですの。すると、春坊がまた泣き出しました。坊にはおばさまがそう言いつけてくれなかったって、お土産は、私には京人形とバラのかんざし、春坊は、ガラスでできた鉢をいただきました。おばさま、それは何ですのと伺うと、おばさまはにこにこと笑いながら、 春坊の前にその鉢を置きなすって。さあ、これは春坊。お前、せい出してお泣き。そして、この中へ涙をいっぱいためておくれね。そしたら、金ととこの中へ放してあげるから。とお言いなさるから。母様も私も大笑い。けれど、春坊は、やはり大泣き。さあ、お泣きお泣き。 坊がせいだして泣かないと金ととがみんな死んでしまいますよ。母様がこう言いになると何と思ったのですか。まあ春坊はクスクスと笑いだしましたよ。これからは春坊が泣きたそうに目の縁をびくつかせるときにはいつもその鉢を春坊の前に置いてさあお泣きと申しますとビクビクはえくぼの方へ移って もう吹き出さずにはいられないことでした。それからというもの、春坊は生まれ変わったいい子になりました。笑っているところなんぞ、ほんとに可愛くて、皆さんにお目にかけたいくらいですよ。